どうも、オブラです。今日はですね、この日付消費ですね、寝てる間に乱数調整などで超面倒な日数消費をマイコンを使って超高速で自動化して放置してできると、それをやっていきます。で、やり方としては以前動画で公開しましたので、その通りにやればできます。一応右上にその動画のサムネイル表示しておきますので見てみてください。あれで全部解説されてますので、やり方は同じです。ほんで、昨日投稿した動画でマイコンのプログラム書き換えのどうやるんですかねって出したんですけど、やり方やっぱり合ってたみたいですね。やっぱりあのカッター使ってショートさして、あのやり方で合ってたみたいです。ロトム ID くじをマイコンにセットしてたんですけど、日数消費のそのプログラムに書き換えやってみたらできたんで OK ということで。ほんで、まあ多分結構ね、たくさんの方知ってはってやっておられてとか、まあいろんな人解説してるんであるとは思いますが、この今この画面見てもらったらわかるんですけど、日付変更めっちゃ早いですよね。で、乱数調整は日付計算サイトとかでシードを求めてから4000日とか5000日とか、場合によっては1万日とか、そういうこともありますけども、目当ての個体が出た時に、まあ変更する必要があって、で、日付変更計算サイトで何月の何日、何年何月何日って設定して、でそこから何年何月何日まで行ったら何日ですよってまあ表示はできるんですけども、まあ1日でもこうミスができなかったりとかね、まあ、ミスしたとしても結果的にはカウント数が合ってればいいので、で今何日目かわからなくなったらまたシードを確認して、あーあと何日かっていうのを確認してやったらいいんですけど、ただ日数がめちゃくちゃ多いと願いの塊を別の穴に投げて、また投げ直して、で捕まえ直して確認してってできないこともないんですけども、なんせね、あの日数消費っていうのは大変なんですよ。それをやれば目当ての答え出したりとかできるんですけど、でそれをですね、マイクロコントローラー、ゲームする時のコントローラーですね、あれで設定したりとかもできるみたいなんですけども、このマイコンですね、マイクロコンピューター、この小さいなんか板みたいなものなんですけども、まあ、簡単に言うとパソコンの小さいバージョンの高機能な、機械みたいな感じで、でこれにプログラムを設定してあげると、まあ、こんな感じでできるわけですよ。でこれ見てもらったら分かるように、日付が変更されて、であれですね、月とか年数は変わってはいないんですけども、カウント数が合ってればいいのでこれでいけるんですよ。で大事なことはランクバトルですね。ランクバトルをして、ほんでランクマーバグですよね、ゲームにいちいち戻らなくても日付変更のこの画面のままで日付変更したっていう風にカウントされると、これをやる必要があると。で勝っても負けてもいいので、まあそれもその動画で、右上の動画で解説してるんですけど、ランクバトルしてほんでやると、で日付変更バグ起きました。でワイルドエリアで日付変更はあまりしない方がいいんですよ。実はワイルドエリアっていうのは、そこで日付変更すると天気が変わったりとか、ほんでポケモン変わったりとかするじゃないですか。あれがゲームにとってはものすごくこう負担がかかるんですよ、ソフト機械とかに。で負担がかかることによってゲームが強制終了してしまうこともあるので、そうなってしまうと、せっかく日数消費したのがやり直してしまったりとか、やり直さないといけなかったりとかするんで、ポケモンセンターでやりましょう。ポケモンセンターがおすすめみたいですね。ポケモンセンターは日付変更とかされても何も変わらないので、ポケモンも出てこないし、天気も関係ないので、建物の中なので、だからゲームにあんま負担がかからないと。そう、そんな感じですね。だからこれね、すごいのが、これ試してみたんですけど、日数消費っていうのも日数指定ができて、詳しい人であれば指定日数をプログラミングできれば、完全にもう放置で、その日数経ったらポケモンセンターの画面に戻って終わるみたいな、そういうこともできるんですよ。
で自分はちょっとそこはわからないので、あらかじめプログラミングされた何日っていうファイルがあるんですけども、それも以前の動画で公開してるんですけども、500日とか1000日とか4000日とか1万日とかね、そういうのもいけるんですよ。うん、だからシードを出したらその中から最も近いファイルを選んで、それをマイコンに入れると、うん、やり方はもうその動画に公開してるんですけど、パワーシェルっていうところに入れて、そのファイルを開いて、パワーシェル開いて、で2つのものを入れてエンターを押してって感じになるんですけど、うん、そうそう。ほんで残りの例えば、5000日ぐらい消費、5030日、その目当ての答え出すまで日数必要とするじゃないですか。そしたら5000回のファイルを選んで、それをマイコンに入れてあげるといいんですよ。そしたら5000日自動でこんな感じで消費されるので、この今動画でやってるのは4000日のファイルを選んで4000日消費してるんですよ。でそれの一部分を切り取って、ほんで10分ぐらいにまとめてまして、で最後の終わるとこまで公開してて、この動画最後まで見てもらったらわかるんですけど、最後日付変更が終わったポケモンセンターゲームの画面に戻るんですよ。そこまでプログラミングされてるという優秀な感じになってまして、これはねもっと早くからやりたかったなと。めっちゃ便利で、これね、乱数調整してる人とかはものすごく多分手間かけてやってると思うんですけど、多分賢い人とか効率化したいなと思った人はもうすでに自分がやってるような方法をやってるとは思うんですけど、多分中には手動で例えばスイッチのタッチ画面で日数変更したりとか、自分もそれでやってたんですけど、まあミスできないし大変なんですよ。うん、まあ効率はいいんですけどね、ボタンで操作するよりかは。だけど3年ぐらいとかだったらねまだいいんですけど、10年20年ぐらい消費するってなると、まあこう嫌になってくるというか、めんどくさいんですよ。うん、その上失敗もできないので、うん、失敗したら失敗したでまた確認してやればいいんですけど、そういうのを解決できると。だからこの日数消費ってひたすら同じ作業をするんでね、まあ一つの例を出すとしても早くて2時間ぐらいかかったりとかすると思うんですけど、まあその目当ての答え出すかどうかとかにもよるんですけど、それが自動でできるわけですよ。 ほとんど自動でね、日数変更ほとんど自動でいけて、詳しい人であればもう完全自動で、例えば4239日って出るとするじゃないですか。でそれプログラミングとか詳しい人であればそれを入力すれば4239日経って、でポケモンセンター戻るんで、まあ、あとはレートのとこ行ったらもう色違い確定と。うん、まあとりあえず便利ですね。うん、だから、まあ、それがわからない方は、例えば4000何日だったら4000日のファイルを選んで、でまたシードを確認して、残りの日数は手動で変更してもいいと思いますしね、ランクマバグ使わなくても、少ない日数であれば、でついでにワットも1回で2000ワット手に入るんで、それやってみたいな感じで、まあそんなんでいいんじゃないかなと思います。まあこれはね絶対知っといた方がいいし、やった方がいいですね。あとはワット稼ぎですね。あれがうまくいったらもうあとは言うことはなさそうですね。ロトマイ陸地も自動でやって、それも動画に載せてるんですけども、やっていくと少しずつマスターボールが集まってくるんですよ。あらかじめね通信交換してやっといたらもっと確率は上がるとは思うんですけど、ポイントアップ、ポイントマックス、不思議な飴、モーモーミルクとかに関してはもうほとんどカンストって感じですね。不思議な飴は多分800個ぐらいだったと思うんですけど、それ以外はもう999個で、まあそれ以上入手してて、うん、そうまあそんな感じになってまして、とりあえずなんか難しいというか、そういう感じに思ってて、これできそうかなとか思ったんですけど、とりあえずできる方法を考えながら調べまくって、でね、世の中の頭のいい人とかがやってくれたりとか、そういうのを全部いろいろリサーチして、で実際に検証してみてできるようになったんで、やりたい人はぜひ真似してみていただいたらと思います。本当にね地道なことなんですけどね、ちょっとこう勉強したりとかして知識を身につけたらこんな感じでできるんで、
だからこれ詳しい人は羨ましいですね。こういう感じのこと、すごいなと思います。尊敬できますね。まあそんな感じで皆さんやってみてください。では最後まで動画ご覧いただいてありがとうございました。また動画でお会いしましょう。